大阪と北陸を結ぶこちらのサンダーバード、スムーズな運行のためにある新技術が導入されます。サンダーバードは京都から湖西線を走り北陸へ。ところが湖西線は山から湖に吹き下ろす強い風、平下ろしの影響で運転を見合わせたり、琵琶湖線に迂回したりするなど、運行の乱れる日が年に50日ほどもあります。強風の予報に対して実際には風が吹かないこともございますし、強風の予想がない場合に風が発生して列車を急遽停止させるということもございます。そこで JR 西日本は強風対策として AI 技術を活用した予測システムを秋から試験導入すると発表しました。そのシステムを共同開発したのは大阪ガス。もともと大阪ガスはガスファンヒーターの室内のシミュレーションなどで気流の流れを計算する技術をかなり前から有して、そのような技術やノウハウを生かして10年以上前から気象予測のシミュレーションにも携わっております。大阪ガスは気温や気圧、風向などの気象データを 2.2 キロ四方で計測し、3日先まで予測できるシステムを所有。それを活用して JR 西日本の AI が線路上の風速などを予測、運行効率アップに役立てる仕組みです。アーバンネットワークの輸送全体の安定性ということにもつながってくるということでございますので、私としてもこの成果に期待をしておるということでございます。2023年には北陸新幹線の開業を控え、湖西線の役割はますます重要に。 JR 西日本は来年度中にシステムの本格運用を目指す考えです。ご視聴ありがとうございましたけど。